マック堺のサブチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。マック堺 .com の掲示板にいただいた質問にお答えします。2020年にフロンガスが規制されますが、今後のガス川のソースはどうなると思いますか。私は今後徐々に CO2 ソースに変わっていくと思います。しかしデジコンなどを改造して悪用するといった事件もあったので、 CO2 を悪く思う方もいると思います。マック堺さんはどのように考えますか。それからリクエストを一つ、マルシンさんの CO2FN57 をできれば紹介していただきたいです。どうなるか、どうなるんでしょうね。あのフロンガス全廃になるって言って、なかなかいつも先延ばしになっているので、まあ、ギリギリまで使うのかなと思いますね。 CO2 に関して言えば、空気中のパワーソース同一なので、この辺は慎重に扱った方がいいと思いますが、ジャパンスティールチャレンジとかでもね、外部ソースの使用については当該用のものに限って認められてますよね。ただし内蔵型に関して言えば、ちょっとね、私的にはちょっとというところがあるので、私自身は FN57 のレビューすることは今のところ考えてないですね。今後変わると思うので、まあ、変わったらレビューするかもしれないですけど、今のところマルシンの 57CO2 のものっていうのはレビューしないと思います。そうですね、はい、ということで、皆様からいただいた質問にお答えしてみました。以上、マック堺のサブチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。